まとめて教えてエイリム。レンゲさんからです、はい、高橋さん、かおりんごさん、野島さん、はい、ゲストの皆さん、こんばんは。あ、そうか、これ群れ縄に送ってくれてね。野島さんいません。ユニット進化でタイプ変更ガブが起こったという話で友人たちと盛り上がったんですが、はい、過去の群れ縄で絶対に起こらない、起こったらバグだから報告してくれと高橋さんはおっしゃっていましたよね、うん、改めて確認したいんですが、うん、本当に絶対に起こりえないんでしょうか、うん、起こりえないです。よく聞くバグ、よくバグで聞くアップデートなどでファイルが破損してたという状況でも起こりえないですか。また起こらないはずですね。報告すれば調査、はい、修正してくださるそうですから、しますします、ぜひぜひぜひ送ってほしい、はい、ログから進化前のタイプを確認して変わっていれば直すということをするのでしょうか、うん、そうですね、この友人は、はい、報告してバグは起こっていませんと返信があって、うん、直してもらえなかったので結局勘違いだったんですかね。あのね、これ僕も勘違いしたことあるんですよ、うん、これね、特に2個同じキャラクター持ってると起きやすいというか あるんですよ。でもしこの方がそのキャラは絶対1個しか持ってないです、うん、だった場合はぜひご連絡いただきたいし、うん、我々も調査させていただきたいなと思ってるんですけど、これ実はこれが噂されたりとか、うん、これがあるのかもみたいなのが上がってきた時に実はデータとかも全部調べさせたんですよ、はい、でそういう変化の事実はない。これはちょっと大変なことですよね、うん、でタイプからタイプに変わってしまうみたいなものを強化とか進化した時、うん、あ、進化した時ですね、うん、進化した時とかに実はシステム的にも処理を追っかけていて、うん、それが発生した場合はすぐアラートが上がるとかっていうのは全部当然やることは全部やってみていて、その結果で起きてないですと言っているので、ない、基本的にないはずだし、うん、起きてないなんだけど、それをずっと言われ続けてる方いるんですよね、うん、で僕も一回起きたと思ったんですよ、見たあったんですよ勘違いだったんですね。で隣のやつを強化してて、だから2個あって、あ、その一覧画面から見ると出てないじゃんタイプが、はいはい、で俺の前はブレイカーとオラクルかなあって、でブレイカー育てようと思って育てたんですよ。で後で BB ゲージ上昇するから乗っけようと思って取っとくじゃないですか、うん、でそして今日合成してる時にも間違えてる入り口が、あ、オラクルを選んでご、あのブレイカーすでに強化したわけですよ。でレベルマックスになるじゃないですか。でレベルマックスになって、あ、じゃあ進化しようって進化するじゃないですか。でその間見ないんですよタイプ、うん、だからずっと頭の中でブレイカーをやってると思ってて、じゃあやれーって引っ張ってオラクルなってるってなる真相はねこれですよ僕もなったもん一回と思って一覧で見に行ったんですよ。で見たら、あ、隣にブレーカーが以上、まあ、一度ね、はい、報告してバグは多分そうだと思いますよね、はい、こちらからもほとんどのテストだと思います。ちゃんと、はいはい、調べて、はい、バグはな、起こってないと返信はしたそうなんですが、うん、まあ、ただね、まあ、絶対ないとは、まあ、まあまあ世の中はそう限らないので、もし僕らももしそれが起きる不具合があるんだったら、うん、まあ、なんかたらやっぱりご報告はしてほしいなっていうことですね。もし万一それが不具合だとしたら僕らも直さなければならない。気になることはね、はい、でもね、多分絶対それのパターンだと思います。こんなに説明したの初めてだこの感じはついてそうですね、うん、はい、では次です。タケプーさんからの質問です、はい、ブレ生プレミアム会員に追い出されない限り生放送で毎回見てます。おー、ありがたい、はい、ありがとうございます。前のアプデでいろいろな要素が変わったりしました中で、アイテムスフェアつけるときも配置がだいぶ変わってしまって探すのがめんどくさいです、うん、変えた理由と前のに直すようでしたら直してほしいと思います。ごめん、直しました。追記セルハの星棚はいつ来ますか。とりあえずこれはね、不具合だったんですよ、完全に、うんうん、はい、僕もアップデートが終わったとかメンテの後に、うん、なんだこの並び順はって言ってもう大変でした、うんうんうん、聞いたでしょ、うん、となってました。なのでここで改めてもう直ってます、すいませんということを、発端は、はい、発端はね、その並び順が、まあ、良くなかったんですよ長らく。でごちゃごちゃしてたから、はいはいはい、その系統ごとに綺麗に並べ直したいっていう僕からのオーダーをずっと入ってて、やっとそれできますってなったんですよ。そのデータを調整するのとプログラムを調整するのやつならずれちゃったんですね。でアプリバージョンアップでプログラム直ってます、でもデータの並び順がまだ直されてませんとかって言っても、また大変ですよ現場。も
うね何か泣きそうだった社内は大変でした事故です申し訳ないはいどうもすみませんあと星七のセルファどうですか。それはノーコメントです。じゃあノーコメントで、はい、星七の進化についてはノーコメント。あ結構きま来てますね。セルファ順位高かったっけ。セルファは高10位に20位以内には入ってたと思いますね。割とね最初の第2回のユニット総選挙では確かに2位と割と上位だった気がします。そうですね、まあ、グラフィックスいいキャラクターですね、うん、そうですね可愛い、あの上からの感じもいいですよね、うん、セリフも、うんうんうん、ツンデレ系な、うん、でしたっけもっと反応してください。記憶がちょっと薄くてはい、はい、いきます。マジベジータさんからの質問です、はい、なんで星5確定ガチャを実施したんですか。これ前も答えたね、うん、え、また聞きたいんですか。いや大丈夫です。いやいいですよ、ユーザーの皆さんのためです。これあのミコ生でね言ってましたね、うん、みんなとかそれでいっぱいね強いキャラ取れて、もう回す必要なくなったから、あとあのユニットの数が多くなってきてしまったのもありますしね。もうみんな手に入れちゃったから本当にガチャ回さなくなっちゃいましたね、はい、次ギリギリ別にいいんですけどね、はい、では次です、エルギフのせいでインジェになりかけたアークさんからです。こんにちは、いつも楽しくプレイさせてもらっています。早速質問というか要望なんですが、先日実装されたエルギフなんですが、もう少し数を絞る、進化して上のエルギフになるなどの救済はないのでしょうか。今のところダイヤ10個で1体と激レア召喚よりも、激レア召喚ユニットよりも高いにもかかわらず出るのが星3以下ばかり、しかもあまりいいスキルではなくかなり意気消滅しています。意気消沈ですね、失礼します。好きなキャラを強化するチャンスという触れ込みだったので、私も好きなキャラを強化したかったので100個ぐらい使いましたが、出たのは好きなキャラにつけるのをためらうような低い星のいまいちなスキルばかりでした。あまりにも星5以上が出にくいので、出にくい仕様にするならせめて頑張ればまだ希望があるようにしてほしいです、うん、長々と書きましたが、うん、本当に楽しませてもらっているのでこれからも頑張ってください、はい、これはもうこの間言いましたね、うん、はい、どんどん増えます、はい、はいはい、ありがとうございます。以上です、はい、では次、はい、キリトさんからの質問です、はい、いつも楽しくプレイさせていただいてます、はい、質問というより要望になります、はい、要望になります、はい、ユニットやアイテムを売却する際の最終確認画面で選択したものを一覧で表示してほしいです、はい、売却の際にスクロールするのですが、誤ってタップして選択したことに気づかずに売却してしまったことがあります、はい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 、そのためこの機能を導入していただきたいです。よろしくお願いします。なるほどね、うんうん、まあ、10画面3分、うん、そこがちょっと、うん、面倒かなって思っちゃう人もいるんでそうですね、まあ、ただ確認割った方が間違いはないんですけどね。そうですね、要検討かな、どうやって見せるとストレスないかなみたいな話も、そうですね、変わっちゃうかもしれない。頼みます、うん、はい、では次、ナポリタンさんからの質問です。はい月曜ダンジョンレベル4のスタミナ30を15にしてください、はい、あと月曜ダンジョンを土日にしてください、はい、これはプレフロ2年間やっています。プレフロ愛しています、はい、高橋さん、カオリンゴさん応援しています、はいはい、ありがとうございます。はい、次行きましょう聞きましたよ、はい、ナポリタンさん、もう一個同じ質問が届いてますね。もう良くないですか。何か聞く。いや、大丈夫です。いやいやいや、もう一個あるのって聞いたら、もう一個、あ、同じ質問です、はい、月曜ダンジョンレベル4のスタミナを30から15にしてください。同じやつじゃん、2回送っただけでしょ。同じです、はい、
まあ、でも2年間プレイしていただいてるということで関係ないくないですか2年間プレイしてると体力消費を半分にする権利が出る気持ちは、ね、分かりますね。体力消費半減キャンペーンやってますから、はいはい、では星屑さんからの質問、はい、いつも楽しくブレフロープレイブレナマを拝見させていただいてます、はい、クリティカル率のことで質問があります、はい、現在解析されているもので最高 70% の評がありますが、うん、実際のところ上限はどれぐらいなんでしょうか66% が上限でありそれを超えると逆にクリティカル率が下がるようなことも言われていますがはっきりしません、うん、差し支えなければぜひお願いします、うん、堂々と解析されてるって、ね、言っていますからねまるで答える義理はないですけど、ね、まあ実際 70% 上限ですよ、はい、あれはい、うん、以上です。わお下がるとかそういうことないですよ。下がることはない、はい、ただまあ 70% が潔いですね。じゃあ解析してみるそんな重要な情報でもない。はい、ありがとうございます、はい、その解析についてはね、いろいろと売れ生でもいい、ね、堂々と解析とかね、言っているとたまに怖い目になりますよ。しましたが、はい、いろいろ言いましたがですね、はいはい、魔法少女リリカル朝青龍さん、なんかもうすごいことになってますね。この人前も出てなかったこの名前なんかちょっと聞き覚えが気のせいかな、はい、こんにちは、いつも楽しく遊ばせてもらっています、はい、早速ですが、うん、エルギフ石器版関連のことについてです、うん、ユーザーの反応はいかがでしょうか、うん、ツイッターなどの某掲示板、うん、まとめサイトを見る限り、うん、非常に悪い意見が多く受けられました、うん正直私もいい印象は全くなく、はい、なんでこんなの実装したの、はい、といった感じです、うん、マンネリ化を防ぐために新しいコンテンツの導入はいいことだと思いますが、うん、今回のエルギフ関連の導入についてはやりすぎじゃないでしょうか、うん、上位エルギフの性能、上位エルギフの出演率の低さ、うん、入手方法などこれから改善する予定はないのでしょうか、うんうんうん、多分いくつかポイントがあるんでしょうね、まあ、新しいコンテンツ追加するとに賛否両論なども分かってるんで、はい、まあ別にいいんですけど、ゲームとしての新しいコンテンツではなく、うん、こういうなんていうんですかね、うん、強化的な、うん、いやだって星7をやりますよって時もそうだし、うん、ヨーマが出ますよ早期もそうだし、うん、スフィアフロッグにが出ましたよ時も、うん、上に押しなべてみんな批判と、うん、あそれは育成ができるようになるから楽しいってやつと、うん、インフレが嫌だとかっていつも悩まずなんですよ、うん、今回は結構唐突、まあでも、うん、エクストラスリーの関しては5月ぐらいからちょこちょこ出せたんですけど、うんうん、なんで、うん、これはいくつかあるんですよ。まずはその開発のタイミングと登場のタイミング的にまず衝撃や召喚のおまけから出ていますよっていうのが多分1個大きかった、うんうん、そうですね、順番の問題ね。でもう1個はそのレア度、うん、まあ衝撃レア召喚が全部虹になっちゃったじゃないですか、うん、星5以降星7まで進化するキャラしか出ませんようにしたんで、うん、なんでいわゆる何が出るかなっていうやつもその扉による演出の効果がなくなったんですよ、うん、だからまあちょっとそれもあってあそこに投下したのもあるんですけど、うん、まあ、確率が非常にレアなものが低いから、うん、まあ、多分そこを目指してるんでしょうね、うん、ただ確率が低いものであのすごく強力なものが出てくるっていうのを一つの楽しみとして表現してみたいものであったので、うん、それがあるんですよね。でそれがまあ嫌だという人は当然いるでしょうね、うんうん、あとそのレア召喚からしか出ないのかっていうのが多分大きかったんだと思うのと、うん、あとバランスでしょうね。課金にちょっとつながってしまいますからね、うん、課金コンテンツなんかそんなにやってるコンテンツじゃないんですけど ねたまにやるとやっぱりね、まあ、こういう反応になるでしょう、うん、はい、でその強さの面に関してそのこんな強いのが出たらってあるんですけど、うん、強いものは、ね、そんなに簡単に出ないの、うんうん、で今後出ていくものでも強いものが出てきますけど、それはそれなりの難易度をクリアしたものでしか出るかな、うん、そうですね、おっしゃっていますね。この辺は、まあ、うん、まあそれって元よりスフィアもそうで、うん、常々やってることなんですけどね、うんうんうん、まあ、入手の方法はもうすでに前回の8月の下旬のブレナバでもお伝えした通り、はい、ダンジョンでも増えてきますし、うん、当然少しずつ上位コンテンツで報酬として増えてきます、うん、もちろん労力が高いものはいいものが手に入り、うん、そうでないものは確率なので、うん、ラッキーを狙ってもらうものも出てくる、まあ、それそのものがもう嫌なんですって人はもうしょうがないですけどね。星7のヨーマも出てきた、うん、今はもう当たり前じゃないですか、うん、星7進化させてヨーマを
プラスさせるのは当たり前じゃないですか、うんうん、フィアフロックだったし、うん、このエクストラスキルもやっぱり当たり前になってきてしまうんですか、うん、あくまでおまけ程度だったら、うん、いやでも性能高いものはもはやおまけと言えないぐらいの価値が存在すると思うの で、ね、うん、でなぜやってるかというとですね、うん、多分ある程度上級のプレイヤーの方の中で賛否が分かれると思うんですよ。で、それなぜなら彼らはもうすでにいろんなものをクリアしているからいいんですよね。ただ僕たちが立場的に一番憂慮しなきゃいけないのは、例えば試練だったりとかのクリアをできて突破できている人の数っていうのを常に僕は意識してますね、実は、ね、で事実青の衝撃でまだクリアされた人4万人もいないんですよ、うん、ブレイブフロンティアって日々遊んでくれてるユーザーさんがね40万人近くいるんですね、うん、40万人超えてる時も全然あって、なので毎日毎日遊んでくださってますよっていうプレイヤーの 10% に満たないです、うん、青の衝撃クリアしてるユーザーさん、うん、でさらにその半年以上遊んでくださってますみたいな方たちも30万人ぐらいいたりするんですけど、うん、彼らでさえもそのうち10人に1人ちょっとぐらいしかクリア者がいないというところが常々、うんうん、まだマクセルとかでもねやっぱり始めは詰まってしまう人もいるし、まあ、単純にそのみんながみんなゲームに詳しくて上手くて、うん、キャラを豊富に持っていて組み合わせることによって突破できます、うん、そんなのクリアできますよ当たり前でしょみたいなことではないんですよ、うん、何十万人って人が集まるとね、うん、なのでこういうふうに少しずつ少しずつ例えば UBB の仕様を少し緩くして、うん、攻略できるようにしてっていうのも、うん、全てそういう少しずつ段階的にエンドコンテンツと呼ばれる高難易度コンテンツをクリアしていけるようにっていう全体の地殻変動的にだんだん緩くしていってる。エルギフとかの話もさらにプラスアルファで、うん、それがラッキーだろうと時間をかけて取るものであろうとそれを足すことによって、うん、やっとここで死んでしまってたのが知らなくなってクリアできました、うん、みたいなことが起きると今言った数万人のクリア者っていうのが少しずつ増えていくんですね、うん、でこれと同時にまたさらにエンドコンテンツを足していくっていう流れをこうずっと動かしていかなきゃいけない、うん、まあ、そういうことを考えていろいろやってるというところで、まあ、皆さんがねパッとねなんでこんなの言えたのかなと思うことも考えていたりするんですね。何これ質問コーナーっぽいじゃん。こんなに根本説明する人いる言ったらこんなゲーム開発者セミナーみたいな話だよ。分かれてるよこれひどい、うん、でもこれでね少しは、うん、質問してくれた方もそうですが、有料放送したの思いがね伝わるといいですね、うん、まあね、はい、ないと思います、うん、まあ、プレイヤーとして関係ないの、はい、導入したでやっぱり様々な意見いただきました、はい、まあいただきますよね。こういう考えもあっての導入なのでっていうことですね、はい、はい、というわけで以上でここまでです。はい、はい、今日はここまで皆さん、はい、YouTube 公式ブレフロチャンネルチャンネル登録してください。お願いします。お願いします。ではまた次回もお楽しみに、はい、バイバーイ。